いよ。自分は関係があるんだけど、多分こっちなんだけど、勘でこっちに行こう。OK。行こう。ほんと、さっきまででも本当にパラパラって降ってたんだよ。うん、さんやるな。いや、ダツさんやるんだよ、本当に。この人は。あれや。ジローハン。すごい、あんなにもちゃんとジローハンって書いてる。お腹空いた、空いた、空いた、空いた。でもこの後ね、我々結構食べまくらなきゃいけないから。めちゃくちゃ並んでるじゃん。今さ、お腹空いてんだよ。お腹空いてる。そう、だから今頼んだものの量を見て食べなければ追加をする。これじゃあ。しようしよう。楽しみだね。スタッフの数がすごくない？やばい。店員さんめちゃくちゃおるよ。え、めちゃめちゃ多いやん。すごい。あと、ほんとさ、今時間昼時だっけ？そう、12時台。あ、そっかそっか。じゃあ、ほぼ。名物らしいから。これはうまいじゃん。うまい。うまい。行きまーす。あ、もう優勝です。優勝。どんな味がするの？塩味。なんかジローは食べたことある？ない。なんかね、油の濃厚な油のなんか旨味牛みたいな。旨味牛。うん。でもね、鶏自体に味がついてて、そうなんだ、うん、谢谢。
ビビちゃいけない、深夜ビビちゃいけないぞ。これとこの鶏とね一緒に食うだよ。笑いが起きた。どうですか。もうね、国分の職人さんを日本に連れて帰るべき。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。もうすべてがね、とろけて包まれて世界平和って感じ。それは世界平和だ。世界平和だわ。このさ、こっちが好きなんだよね。マジ一体何で作ってんだろう、俺わかんない。謎肉。うん、優しい。なんかセロリの風味がしてすごいあっさりしてる。よくもうまいし。あ、え、セロリうまっ。うまいよね。え、うまっ。やば。で、こっちがおすすめ。そう、そっちがマジうまい。噛んでいい。ハマさんの残しだけど。あ、あー、なんだよ、肉自体にめっちゃ味ついてるのね。そうそうそう、うん、うん、すごいよね、ブリブリな。おいしい。そう、すっごい美味しいのよ。すごい、いくらとってもさ、一番美味しいピンとか。あ、今いらっしゃいます。さっきまで、ね、後ろの方に来たら少ない。見てこのハマーさんのこの旅感。旅感すごい。旅感ある？そうある。台湾にやってきました。すごいいいな。私旅感ない。嘘、同じだよ。今日はこの後、工場をイノベした建物に行ってみたいと思います。